ちらの休みは基本的には月に2日間座敷がそれでも優先になるので休みのない時期もあったりすることがあります。お休みで頭のほどける時は普通のお洋服を着て自分の行きたいところに映画見に行かれる人もいられますとか、子供とか、お買い物にある方もありますけど、一応やっぱり門限があるので、あんまり遠いところには遊ぶのはいけないんですけど、自由にいろいろしたら、そうですね。